こんにちは、なまはげファミリーの中地です。本日はですね、IKEA で購入した、電動昇降式デスクベカントを組み立てていきたいと思います。で、ベカントなんですけど、仙台の IKEA から送ってもらった形ですね。で、この多分足が2つと天板を仙台から送ってもらいました。このベカントがですね、実は種類がまあいっぱいありまして、僕が買ったこのベカントは一番大きいタイプのベカントで、こう L 字なんですね。で、この L もこういう L とこっちの L 選べるんですよ。で、さらにこの足の色と天板の色がいろいろ組み合わせられるんですね。で、僕買ったのがさっき言ったように L なんですけど、あの長方形のもあれば形もね何種類かあって、天板の大きさもいろいろあるので種類がいっぱいあるんですよね。で、 IKEA としてはちょっと珍しいね、10年保証なんですよ。結構長期保証も効いてるので、何かあった時には保証で直せるからいいかなと思ってます。一応ね、他社さんでもこの電動昇降式のテーブル見るんですけど、まあやっぱこのね IKEA さんが安いですね。で、実際僕と嫁で新三郷のコストコの隣にある IKEA でこれ実物見たんですけど、結構高く上げてもですね、ガタつきも少なくて剛性感もあって、あ、これだったらいいんじゃないっていう風な感じで購入してみました。これで YouTube の動画編集とか、お店の経理関係のパソコンのデスクワークがガンガン進むんじゃないかと思います。では組み立てていきます。はい、じゃあね、最初これから開けていきます。これはコード入れとく網ですね。何も入ってない袋。これ付け根の足ですね。説明書入ってないですね。じゃあ次はこいつを開けてきます。これに説明書が入ってますね。おお、あ、これ重いな。これ重いですね。はい、ベカントです。うちのはね、こっちのタイプですね。ここが大きいんですよ。反対のタイプもあります。まずね、なんかこう毛布敷いてくださいって書いてますね。床が傷つかないように敷きますと。最初にこの足を作るみたいですね。この一番長いのを使うっぽいな。この短いので止めていきます。基本六角ですね。片方が終わったらもう片方にもこいつを取り付けますと。両面この長いのをつけるんですね。よいしょ、かなり重厚感ありますね。これまあ10年保証だから、こういうところはかなりしっかりやってるんじゃないのかなと思います。足をつけろと。あれですね、この場合はあのここの横が長い方にこの長い足をつけろっていうことなんですけど、うち多分こうこの向きに L がなってるんで、こっちの方に長い足を取り付けていきます。で、ここまではめたら一旦フェードアウト。そこもあ、真ん中のここにはめるんですよ。そう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 。オッケーです。見えます？ここの斜めに入ってるんですよね。普通にやるとこれまっすぐ入んないんで、ちょっとここを持ってあげて上に上げながら入れてあげないと、こんな感じでネジも上がっちゃいますね。
せーの、一回立てよう。せーの。あれ、お、逆じゃない？逆だね。あ、間違えた、逆だ。さよなら。やっとできました。ベッカント電動昇降式テーブルですね。さっきね、最後あっちにスイッチつけちゃったんだけど、これが上下に昇降するこのスイッチですね。これがですね、今65ぐらいか。で、これどんどん上げてみます。どうすか、なり上がったと思いません？はい、どうでしょう。身長189センチの僕がこう立ってデスクワークしたいなと思っても、これね、ちょうどいい高さなんですよ。でね、そんなぐらつきも少ないですね。一応こう、やっぱ高くするとちょっとぐらつくんですけど、全然、まあ、安定はしてるかと思います。で、地面から天板の一番上まで125センチぐらいありますね。なので、こう立って気分転換でやりたいなという時も余裕なんですよ。多分普通のテーブルの高さって大体これぐらいなんですよ。なんですけど、例えば僕なんか身長189センチあるんですね。でもここに座るのは妻も座るし僕も座るんですよ。そういった場合にですね、これだとちょっと低いんですよね。なんで、こうここのスイッチで自分がこう好みの高さまで上げると、もう椅子もね、下げてるのをマックスまで上げて座れるようになるので、足もちゃんと角度つけてこうやって座ろうとするとですね、ざっくり90センチぐらいあるんですよね。90センチのテーブルってまあ売ってないんですよ。だ、僕みたいに身長の高い人って多分こう一番下まで下げてるんですよね。一番下まで下げて、ここの膝が結構曲がった状態でこう低いところでやるんで、すごい疲れちゃうんですけど、ここぐらいまで高さ上がったら、もう椅子もね、一番高くして足とかね、ブラブラさせながらこうデスクワークができるんですよね。これね、僕と同じ巨人族の方にはね、おすすめの商品だと思います。ここにですね、こう鍵もあるので、これ抜くと動かないんですよね。その鍵に刺さないと昇降しないですね。これを押してあげると、こう上がったり下がったりすると、一番上まで上げるとちょっと不安定になっちゃうんですけどね、これぐらいだったらね、びくともしないですね。超絶いいデスクですね。もっと高い IKEA じゃないメーカーになると、ここにね、天板の高さも表示されるんですけど、まあ別にそこまではいらないですよね。こういう機能も備わっていれば個人的には十分かなと思います。ちなみにこの天板の耐荷重が70キロかな、子供乗せるぐらいだったらいいですけど、まあ大人乗ると壊れそうですね。まあ、あんまり重いもの乗せないようにしてやっていきたいと思います。これ電動なんですけど、手動で高さ調整できるのもあります。ただ手動だと多分120までは伸縮の幅がないと思います。電動の方がね、高くなったり低くなったりするんで、買えるなら電動の方がおすすめです。これね、ほんと作業効率上がると思うので、ぜひ皆さんも IKEA で買ってみてください。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。言うこと聞かないでください。言うこと聞かないでください。言うこと聞かないでください。父さん母さんの言うこと聞いたか。ああ、言うこと聞いたか。